じで、あここら辺は結構わりかしベーシックというか、こう腕を上げたりとかひねったりとかするところはここにこのミニ携帯が入っています、うん、ここもなんですけど、まあ、開いてで足が出てきます。でここら辺からちょっと、こだわりポイントというかひねりポイントなんですけど、まあ、開いてこう普通であればこう薄いところから出てくるものって薄いままで終わるんですけど、うん、あえてこういう風に折りたたむことによってちょっと太くなったりとか、まあ、ちょっと折り紙的な要素ですよね。形状をどんどん変えていくと、こういうパンツ部分、僕らはちょっと専門用語でパンツって言っちゃってるんですけど、こういうところも薄いままで終わりそうなところをこう折りたたむようにして太く立体的に仕上げていくと。でここもそうなんですけど、こう頭胸のところがこう開いてですね、頭もこの薄いのでこんな頭自体をこう変形させると。でこんな感じで、はい、でこの小さい中にも指をこう開いたりとかして携帯が